皆さん、こんにちは。岸辺のアルバムや早春スケッチブック、不揃いのリンゴたちなど、数々の名作ドラマで知られる脚本家の山田太一さんが11月29日老衰により亡くなったことが分かりました。今回はそんな山田太一さんについてご紹介します。山田太一さんは1934年に東京で生まれ、早稲田大学卒業後に松竹大船撮影所に入所しました。その後、木下圭介監督の助監督として映画作りに携わりました。1965年には脚本家として独立し、1976年から NHK で放送された男たちの旅路は、鶴田浩二さん演じる元特攻隊の警備員と戦後生まれの若者が世代間のギャップから激しくぶつかり合い、さまざまな社会問題を浮き彫りにした作品で大きな反響を呼びました。また学歴や容姿に劣等感を抱く若者たちを描いた不揃いのリンゴたちをはじめ、岸辺のアルバム、早春スケッチブックなど数多くの名作ドラマを手掛けました。山田太一さんはオリジナルの作品にこだわり、同時代の倉本聡さんや向田邦子さんと共に、それまで地位が低かったシナリオライターの社会的地位を高めました。一方、小説家としても活躍し、映画化もされた小説「偉人たちとの夏」では山本周五郎賞を受賞するなど、小説やエッセイでも高い評価を受けています。偉人たちとの夏はイギリス映画「オール・オブ・アス・ストレンジャー」として2024年春に公開予定でした。ご遺族のコメントは以下の通りです。突然のご報告となりますが、かねてから療養中でありました山田太一は、令和5年11月29日にお世話になっていた川崎市内の施設にて老衰のために息を引き取りました。享年89歳。とても安らかで静かな旅立ちでした。山田は仕事に対しては常に厳しく真剣でしたが、私たち家族にはユーモアにあふれ、楽しく優しい父として心に残っています。ファンの皆様、メディアの皆様、長い間父を支えていただき誠にありがとうございました。これからも父の作品を楽しんでいただけたら幸いです。本人の希望により葬儀は家族のみで執り行う予定です。お別れの会などを開催する予定は現時点ではございません。どうか静かに見守っていただければ幸いです。実はお亡くなりになる前、山田太一さんは音信不通で、さまざまな憶測が飛び交っていました。2019年10月24日、山田太一作品に欠かせなかった女優八千草薫さんが亡くなりました。関係者がコメントを寄せる中、山田太一さんのコメントだけが見当たりませんでした。ドラマ「岸辺のアルバム」や「シャツを見せ」、タッグを組んでいた2人、マスコミが山田太一さんが名優の死に何のコメントも発表しないことを不審に思い、事務所兼自宅に問い合わせました。しかし誰も受話器を取らなかったそうです。手紙を送付したところ、山田はいないため手紙を送らないでくださいという返事が届いたといいます。音信不通となってしまった大御所脚本家について、当時憶測が飛び交っていました。2017年、脳出血により半年間の入院生活を送られていた山田太一さん、当時週刊誌に対してもう原稿を書ける状態ではないものの、後悔はしていません、これが僕の限界ですとコメントしています。世間はこのコメントを引退宣言と受け止めました。ただご本人は直後に行われた全国紙のインタビューで、もう一本くらいは脚本を書けるかもと語り引退を否定。しかし最近は連絡が取れず、近隣住民も姿を見かけなくなったと話していたそうです。自宅を去って有料老人ホームに移り、静かな生活を送っていたのでしょうか。どうやら病気を患ってから思うように脚本を書けず、引退をしたくはなかったものの、ひっそりと筆を折ったようです。書けないことにショックを受け、脚本家時代の知り合いとは交流を断絶したというのが真相のようでした。ただし
自宅に帰っていた次女にマスコミが話を聞くと、どうやら山田太一さんは老人ホームも出て行ったそうです。娘たちの家を行ったり来たりしながら脚本以外のことを楽しんでいたそうです。当時次女は、今は脚本を書きたい気分じゃないと父の気持ちを代弁していました。山田太一さんは仕事一筋に頑張ってきた分、病気になってからは別の趣味も楽しみながらリハビリに取り組んできたのでしょう。偉大な脚本家の現在について憶測したくなるとはいえ、ご本人はそっとしておいてほしいという気持ちだったのでしょう。そんな山田太一さんのご家族はテレビと映画業界で著名な存在です。ではここからは山田太一さんのご家族について紹介します。山田太一さんの妻和子さんは元テレビ朝日のアナウンサーでした。山田太一さんと和子さんは早稲田大学の同級生なので、出会いは早稲田大学だったかもしれません。山田太一さんは1958年に早稲田大学教育学部国語国文学科を卒業しています。その後和子さんは早稲田大学卒業後テレビ朝日アナウンサーとして活躍しました。山田太一さんは教師になって休みの間に小説を書きたいと思っていましたが、就職難で教師の道を断念します。大学の就職課で松竹大船が助監督を募集していると聞き、松竹という映画スタジオに就職します。和子さんは結婚後山田太一さんを支えるため仕事を辞め家庭に専念したそうです。そんな山田太一さんと妻和子さんの間には3人の子供がいます。長女宮本理恵子、テレビドラマ演出家、映画監督。次女 TBS の元社員。息子石坂拓郎、映画撮影監督。山田太一さんの子供について詳しく見ていきましょう。長女の宮本理恵子さんは山田太一さんの娘で、テレビドラマの演出家および映画監督です。宮本理恵子さんは1986年に国際キリスト教大学を卒業後、フジテレビに入社しドラマ制作に携わりました。元フジテレビ編成制作局ドラマ制作センターゼネラルプロデューサーでした。1991年には101回目のプロポーズ第6話の演出を手掛けています。武田鉄矢さん演じる主人公がトラックの前に飛び込んで僕は死にませんと叫んだシーンを演出した監督です。その後も多数のドラマを演出し、2006年には映画チェケラッチョの監督を務めました。2008年には風のガーデンの全話を単独で演出し、文化庁芸術祭放送個人賞と放送ウーマン賞を受賞しました。2013年には最後から2番目の恋の演出で芸術選奨新人賞を受賞し、父と親子2代での受賞者となりました。私生活では35歳でオブジェ制作などをするアーティストの男性と結婚しています。公私ともに充実した日々を過ごしてきたようですね。次女は TBS の元社員とのこと。一般人のため情報は少ないですが、今では姉と協力し合いながら父の面倒を見ているようです。さらに息子の石坂拓郎さんもアメリカで映画制作を学んだ後撮影監督として活躍。映画世界の中心で愛を叫ぶには撮影助手、サクラン、ルローニケンシンなどには撮影監督として参加しています。優秀な血を継いだ子供たちは山田さんにとって自慢の存在に違いありませんが、山田太一さんの息子石坂拓郎さんは神奈川県川崎市出身の撮影監督で、山田太一さんの息子です。石坂拓郎さんは高校時代に渡米し、カリフォルニア州チャップマンユニバーシティフィルムスクール映画制作学科を卒業しました。最初はグラフィックデザインを学んでいましたが、写真の授業で動画撮影への興味が芽生え、映像制作の道を選びます。フィルムスクールで様々な分野を学んだ後、照明技師としてのインターン経験からシネマトグラフ撮影監督を目指すことを決めました。その後
撮影助手としてのキャリアをスタートし、マシュー・バーニー監督の高速のドローイング9など日米合作映画に参加しました。2006年3月には自身のプロダクションフレームワークスフィルムズインク米国ロサンゼルスに設立しました。石坂拓郎さんが撮影監督を務めた作品にはルローニケンシンシリーズ2012-2014年があります。石坂拓郎さんにとってルローニケンシンの撮影監督としての経験は大きな転機となりました。アクションシーンの撮影は初めての挑戦で、撮り方を日々研究し、ただ単に派手なシーンではなく、その動きに意味を持たせ、またよりリアルに感じさせるために極限までカメラを近づけて観客を戦闘の真っ只中にいるように感じさせました。このように山田太一さんのご家族はテレビや映画業界で活躍するご家族一家です。家族全員がメディア関連の仕事に従事していて、それぞれがその分野で活躍しています。子供が大きくなってから山田太一さんと妻和子さんは2人で暮らしていたそうです。また山田太一さんの親族についてはいずれも一般人で詳細は不明です。ただご本人の話によると2人の兄は戦時中に肺結核で早逝したとのこと。両親は営んでいた食堂を食糧難で畳むことになります。家族で地方疎開をしたものの母は疲労で亡くなりました。残されたのは山田太一さんと10歳年上の姉、妹、父だったそうです。姉が母代わりとなって料理をすることになりましたが、なかなか大変だったとのこと。それまでは食堂のメニューを食事にしており、一から料理を作ったことがなかったため姉は戸惑っていたといいます。辛い戦時中も協力し合い、戦後まで生き残った山田一家、まるで苦難によって一つになった岸辺のアルバムに登場する家族のようです。山田太一さんは自身の思い出も反映させながら逆境を乗り越える家族の姿を脚本に描いてきたのかもしれません。そんな山田太一さんの自宅は岸辺のアルバムで描かれた多摩川近くの住宅街にあるそうです。和子さんと二人暮らしをしていたものの、脳出血で倒れてからは2階の仕事部屋ではなく1階のリビングで過ごしていました。転倒に気をつけながら過ごしていたということがうかがえますね。日本の脚本家としてこれまで多くの名作ドラマを手掛け、多大な影響を与えた山田太一さん。山田太一さんのご逝去に際し、創作した深く豊かな物語世界と残した文化的遺産に心から敬意を表します。心よりお悔やみを申し上げます。いかがだったでしょうか。今回は山田太一さんについてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。